せーの、こんにちは、皆さんこんにちは、さえこです。なんだ今日は。今日は、差し入れワングランプリです。これはじゃあ、あれだね、みんなが頑張るやつやん。そうです。おお、今ですね、差し入れが向こうに今5つあります。うん、で、さえこさんは、あ、今これ食べたいっていうものを3つ選んでください。試食していただいて、後でどれが美味しかったかを順位付けしてください。その3つの中で、はい、え、その落とされた2つは。落とされた人たちは、今回ちょっと YouTube チームからはお支払いできない。シビアだね。選ばれた3つに関しては、あ、いいの選んできてくれてありがとうということで、YouTube チームからお支払いさせていただこうかなと。それ選ぶときに私は誰が何を選んだかは分からない。はい、もちろん。忖度なしで。じゃあ、3つに絞った時点で誰かが傷つくっていうことだね、まず。分かりました。はい、選ばせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。差し入れワングランプリ、差し入れワングランプリ、今回、お二人とプラス、秘書チーム、おー、あと先ほどお世話になっていたワンバイ構成さん、出るんですか。もう差し入れ増えた、ライバル増えた。さん、涼しくない。普通に差し入れをいただいたクライアントさんのをこのままコンテンツにしようよ。ちなみにね、はい、今1時前、はい、お腹も空いてるみたいでね。お腹も空いてる。おそらくそうですね、最後この辺がね、結構ね、勝負の分かれ道になる。まあ確かにね、分かってたと、うん、今日さ、差し入れをなんか選んでくださいってひびやちゃんから連絡もらって選んだ、で選んだんだけど、台風があったじゃない、うん、で、届かないかもしれないって言って一人一つのに俺4つ選んだからね。いや、多すぎ。多すぎ。しかも、後から言うんだけど、うん、負けたら自腹って知ってた。知らなかったです。ひどくない。ベスト3をこれからサイクさんに決めてもらいます、うん、ナンバーワンになった人は次、YouTube の企画で3万円分何か買ってあげる。これがいいじゃん。企画なんだ。私結構自信あります。いや、そんなこと言ったら山本さんも。つから厳選して、厳選したからね。厳選した。しかも、この時間に来るものに合わせて、バーンって。すごい。じゃあ、早速、さえこさんに差し入れを食べていただこうと思います。はい。こちらに差し入れが。あ、食べたい。3つ、さえこさん選んでください。開けてみてもいい？何？鍵餅。何それ。京都。あ、取り寄せてくれた系。あ、きな粉にまぶされてる。鍵餅って何。私ちょっと何かわからないものを口にするのちょっと怖いタイプ。こっちは何。説明書、ドライフルーツ。あ、いろんな産地のフルーツ。あ、ドライフルーツが個包装になってるよってこと。これ女子嬉しいよね、焼き芋。これさ、万太郎、山本さん、秘書チーム、秘書チーム、あと先ほどワンバイ昴生さんがいます。ワンバイ昴生さん、実は山本さんが2個あります。これ万太郎だと思う。で、山本さん、ワンバイ昴生さん、秘書チーム。なんでかって、私すごい好き。おお、そうなんですね。草屋のこの御三焼き、直帰がこれは選んだ気がする。長崎出身の直帰。長崎背負ってるから、あの女。あ、長崎代表なんだ、もう代表。声秘書チームだと思う。もう知ってる味。すごいな。焼き芋じゃん、もう万太郎だから。でも焼き芋ばっか食べてるから万太郎は。その中でも多分厳選で美味しい焼き芋を選んでくれたと思う。なるほど。で、山本さんはちょっとシャレ感出したい人だから、恥ずかしい。ちょっと取り寄せ系とか手間かかってますよまでも言わないにしても、察して押し付けてくる感じがある。察しろよと、お前。ずっと悪口言われる。だからこれ京都から取り寄せたんでしょ。山の上ホテルもこれ食べたことないけど、もう何事なき梱包してるじゃん。こういうところすごい大事にされてる。興味あるけど食べたことない。
初めて出して、私知らないでしょ、ザイちゃんどうせって言ってるのが目に見える。万倍構成さん、やっぱり女子チームだから分かってるよね、私たちが小腹空いた時に何食べるのか。え、でもこれを3つ、今私すっごいお腹空いてるんですよ。おなんでちょっとお腹に溜まる系をまず選びたいと思います。おー、なるほど、こちらを。おお、一つ目の試食。気になるもん、紅天使って。万太郎は私のこと天使って思ってるってことでしょ、だからこれ選んできたんだよね。で、ちょっと赤のイメージがあるってことだよね、多分期待ができる。なるほど、普通に楽しめない、普通に楽しめないなんか美味しいどうとかそういうことじゃなくて、天使がどうとか私がどうとか紐付けないで自分に。感覚で選ぶよ。はい、食べたことがないやつ、こちらです。おお、あと一つ、あと一つ。おお、意外と甘いものにたんですね、うん、ちょっと待って、今惹かれるのはこの3つ。なるほど、ではちょっとあちらの方でお待ちください。じゃあまず紹介していきましょうか、誰のどれなのか。この焼き芋、こちらの焼き芋、私がご用意させていただきました。正解です。でしょうね、はい、塚焼き芋の紅天使の焼き芋です。なんかさ、毎日食べてるじゃん、焼き芋。そうなんですよ、ここのが美味しいってこと。ここがもう美味しくって、お客様が結構差し入れで持ってきてくれて、うん、あの貝塚っていうあのお芋が有名なところで、ね、え、それってさ、いろいろお芋の種類があるの？あるんです、さつまいもとかあの紫芋とかあるんですけど、ね、この紅天使はこの貝塚のこのブランドのオリジナルのお芋になって。広告塔やりたい。芋もうこの秋、紅天使といえばさ、ね、そうなんです。そういうことです。もちろんでございます。ねえねえ、さっき全然違う。違います。映ってる。映ってる。ってる。気になるもん、紅天使って。万太郎、私のこと天使って思ってるってことでしょ。だからこれ選んできたんだよね。いただいていいですか。はい。あ、じゃあまず全部紹介していいですか。あ、全部紹介。まずこちら、万倍構成さん。はい、大正解でございます。でもちょっと忖度した。まあそうですよね、うん、もう一個ね、山本さんの食べたかった。あ、美味しそう。あ、じゃあもしかしたらトップ3山本さん2つだったかもしれない。そうな、でもほらクライアント大事にするタイプだから、ね、政治に負けました。最後これが山本さん、何、はい、うん、これね、あの鍵前義房さんっていうので、これ開けたところもさ、なんかそこに入ってたんだ。パッケージ感もね、こうちょっとこう可愛いんですよ。やむことなき札が貼られてるんですけど、うん、でね、これ京都の祇園であの300年ぐらい続いてるっていうさ、こう、まあ、いわゆる老舗の和菓子屋さんの鍵餅っていうやつでさ。何鍵餅って。で、鍵餅ってあの、まあ、簡単に言うと餅菓子の一種なんだけど、あの牛皮に、うん、きな粉をまぶしたもので、非常にこう作りとしてはシンプルなのよ、うん、なんだけどシンプルなんだけど、この甘さとかがすごい上品で奥行きがあって、きな粉がいい香りする。これね、ぜひ食べてもらいたいんだけど、これ人によってはもうお好みで黒蜜とかかけても美味しいのかもしれないけど、ね、十分これだけで美味しいんで、これ重みさすがだよね、持って、ほんとだ、持ってます、ずっしりしてる、重みもあるのよ、ほんとだ、もうそれぐらいさ、しっかりさ、すごい、ね、お粉もバシッと入ってさ、ホートからやってきてます。ホートから、取り寄せができるってこと。そう、取り寄せできるの。へぇ、これね、値段もね、本当にそんなにこう高くもないし、本当に美味しいんでおすすめです、これ。さあ、ここからが大事なランキング付けになっていきます。一口ずつ食べていただいて、どれが一番今のサイコさんの口に合ったか。わー、もう綺麗、この芋蜜を感じるね、いい香り、そうそう、冷めても美味しいってのがいいよね、うん、いただきます。くぅ、もうこれまで土から生まれた甘さですか。
か。何も施しておりません。どや顔です。これ全国にあの宅配じゃないですか。あ、できるんですか。お取り寄せも、はい、できる。美味しい。日持ちするのこれって、もう焼かれた状態のものって。そもそも冷凍で届くので、冷凍保存しておけばずっと大丈夫。めちゃくちゃ進んでるけど大丈夫ですか、農産の前。あるよ、他にまだ。そうなんです。美味しいよ。すぐ、すごい。すぐ。買い付かのの紅天使。あ、もう一個。向いちゃったもん。あの止まんない。オリジナルのオーブンで。職人さんが見ながらこうケアしながら一個一個ちゃんと目視でチェックしてるんだ。失敗がないんです。全部美味しい。腸活にもなるし。止まんない。やっぱお芋好きだわ。いいよね、罪悪感もないしさ。いいことしかないんですよね、確かね。そう、食物繊維も豊富だしさ、睡眠の質も高めてくれる効果があったりすごい豆知識がどんどん出てくる。私はもう毎日食べてるだけあるよね。ワンちゃんとかもちょっとだったらね、食べてもいいから。じゃあ続いてワンバイコースです。これちょっとみんなでいただこうな。せっかくだから選べるよ、ほら。何リンゴ用桃、レモン、イチジク、キウイ、みかん。みかん。へぇー。あんず。あんず。私、イチジク。はい。いただきます。こんな個包装になっておしゃれなね。個包装っていいよね。いいよね。手伸ばしやすい。一気に食べれないしね、そんなたくさん。おいしい。イチジクは福島県ホワイトゼノアっていうイチジクだって。初めて知ったけど品種あるのもね、種類もね、分かってるよね、やっぱ、パックに入れときたいもんね。おー、確かに。美味しさの秘密は新鮮な果実を使った独自の熟成乾燥法だって。果実になるべくストレスを与えず優しく丁寧に仕上げました。美味しいドライフルーツになるのを待ちわびながら時間をかけて一つ一つ大切に作ってますだって。わ、優しいメッセージが。こうやって育てて私たちのこと。そっくりそのまま。ね、俺もそう育ててほしい。美味しい。美味しい。美味しい。ました。これね。いや、美味しそう。美味しそう。鍵持ちって言うんですけどね。これね、でも口をね、粉だらけにしてもう食べるのが醍醐味でさ。あ、お手本にしてほしい。これとの出会いとかは？これね、あれなの、うちの奥さんのお母さんがすごくこう、美味しいって言って東京に来るときにお土産でいただいたんだよ。そしたら美味しくてさ。お上品なきな粉。これさ、ほら、さえちゃん結構さ、和菓子好きじゃない、でさ、この手のしつこくない感じのさ、甘みがさ、ぐっと大人の女性には似合うんじゃないかなと思って。そんなの、わかった。わかった。こっちを褒めんじゃなくて、こっちを褒めるさ。自分で天使からダメだ。ぐっと上がるじゃん。さっきのさ、ベニ天使もそうだけど、こっちだ。確かに。これ。もしでしょ、万太郎もさ、食べてみたい。これちょっとさ、目上の方とかのさ、ご自宅にお邪魔するときとかの手土産で最高だね。そうそう、これだから本当に和菓子好きな人にはね、おすすめだね。美味しいでしょ、ね、美味しい、滑らかですね。柔らかい。知ってるね、さすがだ。美味しいでしょ、これね、食べていただきたかったのよ。1個食べれる。なんで今まで出てこなかったんだろう。なんで今まで。確かに。だから YouTube に持ってきたことないですよ、ね。なんか違う人じゃない。あ、さえこさんじゃない。ない女優に差し入れ持ってって。なんか減点方式になってきた。うちらの存在忘れて。違う、逆だ。今回はさえちゃんに刺さる差し入れなんですかってことで、これをもう満を持してだからさ、聞いてもないだって300年の歴史があるお店だからさ、うちら出会ってさ、2、30年ぐらい経つわけじゃん、どこかで出てきてもよかったよ。確かに。すごい守って2、3日前に今さ、何歳よ。仮に30年だとしたら出会って、いつ出会ってんの。
すげえもったいな、力強く300点の歴史引っ張られてるじゃん。全然ぐらいまであった。そっか。ということで、はい、3つ食していただきましたので、最後に今ランキングを書いていただこうかなと思います。はい。ちなみにこれ1位の人、なんと次の YouTube の企画で3万円分プレゼントっていうことにして、はい、何かを買いに行く企画をプレゼントすることになりました。すごいね。なのでこの今1位、超大事です。やっぱでもそこは3万円なんだ。足りないけどね。いくらがいい。じゃあさやこさんが OK なら OK ですよ。それで言うと15万。ごめん、嘘だ。そこ嘘ごめんよ、やめてよ。すごいね。すごい、言ってみるもんですね。万太郎でも嘘ごめんって最後に言った。嘘ごめんってやっぱ間取って5万にしとこうか。間取って計算で計算で算数。そもそもあれだの、負けた人は全部自腹ってやつだった。だから15万だけど、3人で仲良く割って5万ずつで買い物行こうよ。何の何言ってんすか。え、じゃないですか。ねだって私、ね、そのストラップのエントリーする側になりたかった。大変、地面師がいる、地面師。さあ、自分の取り分ない。地面師だ。え、ちなみに欲しいのある？仕事用のパソコンを。え、そ普通に会社で買ってくださいよ。なんで YouTube らしく。カメラが壊れてて。カメラにさ、修理じゃないそれ。でもさ、あの忙しすぎて出せないのよ。だから会社のためとかじゃなく、まんちゃんが欲しいものがいい。そうです、自分のために。え、じゃあプロジェクターが欲しい。ガチガチのやつ。家に？いいね。いいじゃん。映画見るの。いいじゃん。なんか。いいじゃん。欲しい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 。山本さんは？なんだろう、15万？あ、15万。15万って T シャツ買う。ヴィンテージ T シャツ。あ、子供のためとかじゃなく自分のキリシを買う。奥さんのためとかじゃなく奥さんにね、確かにいつもお母さんとかさ、確かに。じゃなく、今なんて言いましたっけ。子供の自転車。これはパワハラです。パワハラだ。好きなのだって。ヴィンテージ T シャツ買おう。ヴィンテージ T シャツ見に行きたいですよね。行きたい。いただきます。ドラムロールが。たらん。おお。T シャツになりました。いや、美味しかった。美味しかった。このクオリティをお取り寄せで食べられるっていう、しかも京都からやってきてるからね。なんだろう、結構今年の上半期で一番嬉しい。よかった。嬉しいわ。いやでも本当に美味しかった。よかった。なんかどれも美味しかったんだけど、正直食べたことある。そのドライフルーツもお芋も食べたことあって、このかき餅は初めての味だったので、ね、強いよね。初めては初めてはやっぱり1位に来ちゃいます。美味しかったです。どれも美味しかったんだけど、初めての1位でした。実はさえこさんからの差し入れも今回。そう、私もね、これ聞いてたから差し入れ準備したんですけど、なんかすごい大きな、ちょっと皆さんで召し上がっていただきたい。何かわいい。さえこさんが選ぶ差し入れも気になりますよね。サンフルーツさんで、フルーツ開けていただいていいですか。あ、でもね、さえちゃんって差し入れでフルーツってイメージあるかも。そうなんだ。なんかよくフルーツパーラー的なところで買い物してるイメージはある。そう、なんかやっぱ旬のものっていうとフルーツじゃない。フルーツってもうピンキリだから、オンエアの時はあれかもだけど、まだ暑い日本、夏バテチックで食べにくいなみたいな子たちに向けての差し入れは、タラーン、フルーツのと思いきや、まんちゃん開けてみてください。え、なにこれ、面白い。中がなんか切られてるんですよね。蓋みたいになってる。他に…さあ、ゼリー。すごくない？ゼリー。ゼリー。美味しそう。フルーツゼリーなんですよ。え、これどういうこと？美味しそう。それグレープフルーツのゼリーですね。が入ってるんですね。うわ、嬉しい。しかもこれ冷えてるしさ。そう。
ほら子供たちも好きだし、うん、ちょっとご年配の方も食べやすいし、うん、なんかどこに持ってきても外れがないと思って。へえ、これはこっちはオレンジだね。オレンジ、うわー、あ、いい香り、いい香り、開けた瞬間に、うん、いただきます。いただきます。わー、美味しそう。わ、これはセンス。いただきます。うーん、おいしいで、うわー、美味しそう。おいしそう。久しぶりに食べたけど美味しい。確かにフルーツをそのままもらうよりもなんか手軽に食べれて、うん、はい。今回初めての差し入れ1グランプリの1位は山本さんでしたけれども、おめでとうございます。やった、ありがとうございます。この後だから山本さんの欲しいヴィンテージ T シャツを買いに行く回を山本さんが GoPro つけて撮りに行くと。すっげーやだ。すげー恥ずかしい。すげーやべえおっさんが、すごいやばいおっさん入ってきちゃったじゃん、お店に。そうなんだ。ね、はい、今日は一夜山本さんだったけど、またこれちょっと楽しかったし美味しかったし、うんうんうん、なんか人の差し入れ知れるのすごい楽しいから、はい、ちょっといろいろ巻き込んで、クライアントさんとか、あ、なんか芸能関係者とか、確かに、ね、なんか栃木のみんなとか、気になる、なんかファンの方とかお客さんとか、はい、なんかみんなに教えていただけたらなって思いました。はい、ということで今日は差し入れ1グランプリの1回目でした。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。